諸君に次ぐ。薬局やスーパーの前に我々をつないで待たせるな。ものすごく不安だ。君たちはあの所在ない佇まいを見たことはないのか。知らない人にいっぱい触られているぞ。散歩途中に買い物行かないでいいようにしよう。お買い物は計画的に。ナッツチャンネル。ナッツメモのコーナー。こんな散歩は嫌だ。それでは行ってみよう。こんな散歩は嫌だ。まずはこちら。真夏の14時に出かける。これは嫌ですよ。暑すぎて下手したら死んじゃう。アスファルトなんかもう鉄板。ジュージュー焼けちゃう。これが本当のホットドッグ。なんつって、バカ野郎つって。続いてはこちら。散歩が短すぎる。これは嫌ですね。飼い主が散歩面倒になっちゃってて。一歩二歩三歩。はい、終わり。これが本当の散歩。なんちゃって。なんか言っちゃって。全然面白くない。こんなやつ絶対出世しない。こちとらご飯の釣りに散歩を楽しみにしてるんだから、頼むよバカ野郎つって。続いてはこちら。逆に長すぎる。これも嫌ですよ。一回散歩に出たら3日は帰ってこない。帰ってきた頃にはガリガリに痩せちゃって、まるで棒。どこ行ってんのかなーなんて思ったら、近所をぐるぐる回ってるだけ。つまんねえ。近所の人に大丈夫ですか?なんて言われちゃって。どうせならどっか遠く行けよバカ野郎つって。続いてはこちら。散歩コースが心霊スポットだ。これは嫌ですよ。電柱におしっこかけようかと思ったら、お花備えられちゃってて。よーく見たら、通りの電柱全部にお花。怖いなー怖いなーなんて思って、後ろ振り返ったら、髪の長い女の幽霊が立ってんの。ギャーなんて、飼い主の方見たら、飼い主バカだから、どうしたんですか?ご飯でも行きますか?なんて幽霊ナンパしちゃって、やっちゃって、しっかり取り憑かれてやんの。でガリガリに痩せちゃって、まるで棒。夜になるとまた幽霊に会いたくなって、近所ぐるぐる回っちゃうの。散歩が長かった原因はこれだった。なんて言っちゃって、バカ野郎つって。まだまだ行きますよ。続いてはこちら。飼い主が馬に乗っている。何ですかこれは。たまに自転車乗って散歩しているおじさん見るけど、自転車は危ない。なんか言って、それなら馬だ。なんか言って、馬飼い出しちゃって。馬乗って犬の散歩行ってる近所のヤバい人決定。それ走れなんか言って、無知で馬じゃなくて自分打っちゃって、気持ちよくなっちゃって、なんか目覚めちゃって、歌舞伎町に通い出しちゃって、バカ野郎っつって。今日はここまで。以上、夏メモのコーナーでした。ナッツチャンネル。今日の飼い主、りょうたくん。40歳ナッツとドッグランに来たりょうたくん、とっても楽しそうです。ナッツのお友達に挨拶をされたりょうたくん、すごいね。お家に戻ってお昼ご飯です。鉄鍋で餃子を焼いているりょうたくん、おやおや、奥様がいないことをいいことにダイエットのため禁止されているビールを昼間から飲んでしまうようです。焼きたての餃子に冷えたビールで至福の時間を味わうりょうたくん、奥様に怒られても構わないと思うりょうたくんなのでした。以上、夏